やばい、めっちゃ追われているよ、めっちゃ追われている、やばいやばい、早い早い、あー来た来た、あサメだサメだ、サメ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 、よしみんなで行け、みんなで行けば倒せる、レベル1でもみんなで行けば倒せる。チャンネル登録通知オン、よろしくね。ジョニーンさん、あなたの中継のラッシーです。というわけですね、フィード&グロフィッシュファンの皆様、お待たせいたしました。ということでですね、フィード&グロフィッシュになんとなんとついにアップデートがやってまいりました。イエイ。あのですね、まあこのもちろん普段ねアップデートが入った時にこの表紙絵こちらね、うん、こちらがですね、変わったというのもあるんですが、お気づきの方いらっしゃいますかね。昔から見てくださってる方はね、わかると思うんですけど、今 BGM フィード&グロフィッシュって音楽凝ってなかったじゃないですか。最近ね音楽にも凝り始めたらしくて、 BGM も新しくなってますね。今回はですね、まあ、ちょっと何かをでっかくしていくというよりは、何が変わったのかみたいなのをねちょっと見ていきたいなと思っているんですけれども、はい、シングルプレイヤーですね。でこちらですね、リーフっていうね、今最近しばらくずっとやってたのはこのグレート、リーフ珊瑚礁の方だったんですけど、今度こっちのリーフにもね手をね入れ始めたらしいです。ちなみにですね、あとこのグレートリーフの方にもクラブマッドネスが追加されてます。カニさんになれるようになりましたのでね、まあ、これもね、おいおいやっていこうと思うんですが、まあ、今回はこのリーフ変わったということなので、デスマーチやってみましょうか。リーフのねサバイバルモード、この辺をですね、作っていってるみたいなんですけど、ちょっとですね、リーフの方でチャレンジしてみたいと思います。さあ何が変わったのかなということ、あっとほら見てくれ、新しい魚ブダイかなが追加されてますね。オッケーオッケー。そしてあイカとかも、使えるんですね。バラクーダは昔のスキンが使える。ウツボはいるんですね。あとサメ、このちっちゃいサメいなかったかもしれんよな、あの前は。あなんかゴリアテがすごいスキン変わったね。おイルカが追加されました。そしてはいはい、あそしてこれが新しく、追加されたマコシャークってやつみたいですよ。はい、そしてハンマーヘッドですね。そして、タイガーシャークと、でこれが多分あのサメキング、サメキングですね。はい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 、あまたロックされちゃったよ。クリアしていかないとねいかないみたいですね。というわけで、ツナ、まあ、ちょっとこのピラニアちゃんがですね一番初め、ただでできるので、ちょっとピラニアちゃんでねプレイしていきたいと思うんですけど、さあどうでしょうか。若干変わったの、あ綺麗になってる気がするな、かなり。うわちょめっちゃくんじゃん、めっちゃくんじゃんこれダメダメダメ、あすごい、なんか水の感じめっちゃ綺麗になってない、ほら、おもう別ゲーじゃん。そしてなんかウニが追加されてます。オッケーオッケー、あちょっと待って、ウニダメージ食らうんだけど、あ刺さってる刺さってる、えちょっと待って、これ動けない、刺さって動けないです。そしてよし食った食ったけど、えウニ食うのにはダメージ食らうんだ、めっちゃ食らったダメージ、そらそうだよね、トゲトゲだもんね。えこれどういうことなんだろう。あカニがいる、カニがいる、カニとかまだ食べた、飛ぶずいぶん飛ぶような、ちかさ動きがめっちゃ滑らかなんだけど、何これ、こんな滑らかじゃなかった、フィード&グロフィッシュ。そしてマップ全然変わったね。マップ感全然変わってません？はい。こんな感じですよ。おー！めっちゃアップデートされてんな。びっくりなんだけど。操作性も全然違う。ぬるぬる動く、ぬるぬる動く。やばいね、これ。やばみですよ。やばみ、やばみ。ちょっと待って。じゃあ、ちょっと落ちているあれこれを少し食べていきたいんですけど。え、ちょっと待って。でも、ウニ食べたらさ、ダメージ食らうじゃん。ウニじゃないやつ。もうな、サメいるこんな砂浜にサメいんのかよ。デンジャーでね、デンジャー。うわ、めっちゃ綺麗になってんな、でも、ほら。やばくない？丸のみくんがめっちゃでかいよ。怖いよ、これ。これでもウニを食べるしか生存方法がないよね。しょうがないから、これダメージ食らいながらも、これガブガブ食べていくしかないですね、こうやって。命がけでこれ、レベルアップしていくっていう仕組みに変わったっぽいな。厳しい。そして全然レベル上がんねえ、ウニ食っても。人であったろ、人で。人でなくなったんか。あ、結構カニが警戒するようになったの、今見た？ほらほらほら。こっち向いて逃げるようになった。ほらほらほら。賢くなってる AI がめちゃめちゃ。横からガブリーとかってできたはずなんだけど、できなくなったっぽいですね。ほら、カニ逃げてくもん。ほら。
ね、やばい、死ぬ死ぬんだけど、どうしたらいいんだろうこれ。あ、ちょっと待って、シマウマちゃんが、シマウマちゃんがいるけど、シマウマちゃん食べれねえかなこれ。シマウマちゃんとかちもでも攻撃してくるようになったんだよね確かね。だから結構厳しい、かなり現実の弱肉強食に近い感じにねなってきてますよね。やべえ、サメいるな、サメ、あ、ブダイだ、これ新しい、結構でかくないブダイ、そしていろんな色がいる、素晴らしいですね。さあここでエビちゃん見つけました、オッケー。エビちゃん食ったけど全然レベル上がんなくなってない、これやばいね。この黄色い金魚みたいなやつ食べれそうこいつ、早い早い早い、ほら、あ、よしよしよし、いいぞいいぞ、イカッチよイカッチよ、あ、これだんだんダメージが当たる、だんだんダメージが長くなっつうのかな、噛めば噛むほどダメージが増えるようになったっぽいぞピラニアちゃん。今見てました見てました、ちょっと気がついたよね。やべえな、ちょっと強そうなやついっぱいいんな、ちょっと待ってよ、いやちょっと待ってよ、これこれちょっとギャング機能をやっぱ使った方が、イカならいけるはず、イカイカ、おらしゃっと、お、動きが魚っぽいです、見ました、お、ほら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 、全然捕まえらんねえ、ほら、お、ほら、すげえ魚っぽい動きするようになったじゃんこれ、ほらガブガブガブ、あ、ガブ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 で、どん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 、これ黄色のゲージが溜まっていけばダメージが増える、こういう能力になったんですね。目がほら、うわ、赤くなってる、ちょっと待ってこれ怖い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 、そうかそうかそうか、狂気みたいな、狂気みたいなアビリティなんだな多分な、すごいな。おっしゃ、隠れ熊の実、隠れ熊の実がなんぼのもんじゃ、早い早いですね敵が、やべえぞ、痛い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 、かますに噛まれた、かますに噛まれた、やばいやばい、逃げろ逃げろ、でもだいぶ自分もこうやって逃げれるようになったなこれ、だいぶすげえすげえリアル、すげえリアルじゃないこれ、山田かつてないリアルさ加減ね、えうわーい、すごい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 、噛みたい噛みたい、え、これ噛めないぞ全然魚を、うわやべえなこれ、ちょっとだからあれ今までと違くてさ、偏差打ちみたいな感じで敵が動く方向を狙っていかないといけなくなったんじゃねえこれ。あ、見て見て見て、あったわ、あったあったあった、これもまだあんだ、人でもこれを食ってレベルアップをしていきたいところですね。よしよしよし、いいぞいいぞ、こいつら早すぎて、ちっちゃい魚全然食えねえんだけど、早すぎて、お、噛めた噛めた噛めた、一回噛んじまえばこっちのもんだね、ほらほら、オッケーオッケー、こんな感じでね、よしよし、狂気狂気、目が赤くなるんだよね。いや難しい、めっちゃレベル上がっておるこのゲームのゲームのレベルがめっちゃ難しくなっておる、これは参りましたね。少しちょっとレベル上げに勤しんでみますが、下手したらレベル上げられない可能性が出てきている。いやーこれ難しいな、もともと難しかったですか、あ、ちょっと待って、兄弟がいる兄弟がいる、これもしかしてギャングすればいけるんじゃねえか説ない、ギャング今ついてきてくれんのかな、これついてきてる、来てるよね多分ね、あ、いっぱいいる、兄弟がいっぱいいるぞ、この状態でいけばいけるんじゃないか、結構こう今ああ兄弟が攻撃してくれている、そうかそうかそうか、やっぱこの群れの数の暴力でね、数の暴力でなんとかしていけばこれはいけるんじゃないか説がねありますね。これお、いいぞいいぞ、お、兄弟が兄弟が、ちょっと待ってちょっと待って、兄弟兄弟兄弟、ちょっと待って、ちょ、おー、ちょ、あー、ちょっと待って、その肉、俺に肉をくれよ、肉を、お、食った、オッケーこれあれなんだよね、ギャングにすると、一緒に戦ってくれるのはいいんだけど肉は取り合いですから最後ちょっとこういい感じに肉をね、ちょっと待って、その肉ちょうだい、肉じゃー食われたこんな感じになっちゃうんですよね。なんで、こっちは人噛みして仲間が噛んでいる間にこっちはもう吸いまくる、吸いまくる作戦、その肉をよこせみたいな、肉よこせみたいな、こういう感じ、こういう感じでいかないといけない仲間同士ともね取り合いですから。よしよし、ちょっとレベル5になったので、これはだいぶいけるんじゃないかなと思うんですよ。だいぶ戦い方も分かってきましたね。うん、オッケーオッケー、あ、ちょちょちょ、全部食べられちゃうんだけど、そろそろ大きめのやつ、もうちょっと自分たちより大きいやつ、ブダイ行くかねえ、狙って、いやイルカは無理イルカは無理なんで、ちょっとブダイ狙っていきたいところなんですけど、ブダイちゃんどこにいるのかな。あー、いましたいました、この辺にねブダイちゃんがいるんですけど、ちょっと待って、仲間がいなくなっちゃった、遠くサンゴ礁から離れたら仲間がいなくなっちゃうシステムかなこれちょっと遠くまで来ると仲間がねいなくなっちゃうのかもしれない。あそこしかギャングやってくんないのかな、これはきついですね、仲間がいないとダメだぞこいつ、弱いぞ
仲間がいないと弱いぞ全然。仲間、あ、いたちょっと待って、ギャングシステムを、ギャングオン、オッケーオッケー、来てくれてる？こいつら来てくれてんのかな、来てくれてるっぽいの。よしよしよし、いけ、おら、わあ、こいつだ、こいつ、おいしょ、ガブ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 、オッケーオッケーオッケー、こいつ美味しいんだよね、こいつ、よし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 、肉うま、オッケーオッケー、あれ？こいつらギャングしてくんないの？おいしょ、来いよ、来て、うん、オッケー、来てるこれ、来てるかな？来てくれてる？来てない、いやダメだな、やべイルカが来たし。いやダメだ、諦めよう、お供はもう諦めよう、これは難しいんだよな、お供システムうまく使うの。オッケー、こいつはやばい、サメがいる、サメのかけ、めっちゃあれキングじゃない、あれキングじゃないか、やばい、めっちゃ追われているよ、めっちゃ追われている、やばいやばい、早い、あー、いやー、ここまで来たのにいやー、これサメ厳しいっすね。そしてやっぱレベルが全然ね、上がらないっすね。どうしたらいいのかな、これ。お、今貝が動いた。ちょっとこういうね、細かいギミックもかなり凝ってるんですよ。オッケー、ここにホタテじゃない、人手がありますよね。やっぱこの人手をなんとかして食べていくっていうのがやっぱ序盤のね、感じなんでしょうね。で、この人手を食ってる間に横からね、魚にね、やられちゃうみたいなことが多いんですけど、まあ、なんとかそれをね、うまく回避して生きていくみたいなの感じなのかなという気がしてきています。さあ、ここ深海エリアですね。深海エリア。オッケー。ありました。こうやってね、深海エリアとかでバレないように、こう、人手をね、食べていくことでレベルがアップできるという感じなのかもしれません。これ暗闇に潜んでね。オッケー。あ、結構あんじゃん。サメー、嘘でしょ、ここまで来たのにー、わあ、ムカつくサメ。ちょっと待って、絶対サメ倒す。ちょっと待って、これレベル1でもさ、数の暴力でさ、でっかい魚に行った方がいい説ないかな。ちょっと仲間をギャングで仲間をつけて、これついた、仲間ついたのかな、仲間ついてきてる、これちょっとわかん、ギャングシステムが若干難しいんですよね、やっぱり。でもこの状態でちょっと、マグロとかそういう大きめの魚をちょっと狙っていきたい。ほら、マグロ、おっしゃ、マグロがナンパのもんじゃい、マグロがナンパのもんじゃい、よし、いける、仲間ナイス、仲間、やばい、横からも来た、オッケー、でもいけるぞ、おー、いいじゃん、肉だらけ、いいですね。なるほど、これ数の暴力をうまく使えば、レベル1でも結構やばい、ゴリアテちゃんが来ている、いやー、もう全部食われちゃったじゃん、まあ、全部仲間丸飲みされちゃいましたね。さあ、ちょっとこれギャングでもう一回呼び寄せたいところ。来い、こいつらもう徒党組んでるから無理か、無理なのかな、来てくれ頼む、どうだ、来い、来てくれ、あー、来てくれたっぽくない、これどうだろう、ちょっともう一回オンオフしとこうか。オッケー、これ来ただろ、これ来たろ、よしよしよし、この状態でちょっとデカめのやつを食べて、こいつとかどう、こいつとか、おら、カマスがなんぼのもんじゃーい、数の暴力、いけ、ちょっと待って、あ、来た、あ、サメ、よし、みんなで行けば倒せる、レベル1でもみんなで行けば倒せるって、頑張れ、いけそうじゃない、これいけんじゃない、いった、倒した、やっと、サメがなんぼのもんじゃーい、やったぜー、強い、肉1個もゲットできなかったし、ゴリアテが来たけど、ゴリアテがなんぼのもんじゃーい、あー、飲まれた というわけでですね、フィード&グローフィッシュ、すごい進化してましたね。いや、これは面白い。ちょっとね、今回からこれをね、順次にやっていきたいと思いますのでね、ぜひね、この魚やってくださいみたいなね、リクエストお待ちしております。ということで、まあ、結局全部やるんですけどね、うん。わー、ゴリアテくんが食われてしまいましたね、サメに。ラッシーさんのことを丸飲みにしたのに。これがまさに弱肉強食ですよね。ということで、今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね。バイバーイ。